はい、皆さんこんばんは。ですね、今日皆さんにもこの質問からスタートさせていただきたいと思うんですけど、皆さん今日ランチ何食べました？和食ですか？洋食ですか？あるいは中華ですか？あるいは何も食べたいんだいます？じゃあその食べたメニューどうやって決めました？食べたいものを選びました？あるいは、まあ、いつも食べているものと同じものを選びました？今日はですね、この皆さんの食の好み、これをキーワードに皆さんの感情とか、あるいは行動原理、これをですね、微生物学の観点からお話したいなというふうに思います。最初にこの画像を見てください。皆さんどこに注目されます？大体ここですよね。まあ、どんな種類のワンちゃんかなとか、オスかなメスかな何歳ぐらいかなってきっと思うと思うんです。でも私が注目するのこっちなんですよ。はい、ペンです。実は私、大学生の頃、このワンちゃんですね、散歩している人を見かけては、こんな風に声かけてました。すいません、怪しいものじゃないんですけど、その袋の中に僕にくれませんか？そうすると大体ですね、皆さん、はっっていう顔をされるんです。実は私は、この便の研究をやってました。便に含まれる成分の研究、ある成分の研究をしました。皆さん、便にどんな成分が含まれるかご存知ですか？実は便の大体ですね、70% から 80% は水分です。で、残り 20-30% のうちの半分ぐらいに、皆さんが食べたもののうちの、まあ、食べかすですねとか、腸の、まあ、細胞が一部入ってます。で、その残り半分が実は腸内細菌という皆さんのお腹の中に住んでいる微生物になります。私はこの腸内細菌の研究を大学生の頃からかれこれ24年間ずっとやり続けています。で、この腸内細菌なんですけど、実は皆さん一人の人間の中になんとですね、40兆個もいるんです。ものすごい数ですよね。実はこの人間っていうのは、人間の細胞でできているだけではなくて、この腸内細菌もお腹の中にたくさんいると。人間の細胞と腸内細菌が合わさってできている生き物、スーパーオーガニズムというふうに考えられています。で、これをですね、じゃあちょっと地球、私が住んでいる地球をちょっと考えてみます。地球上には実は私たち人はですね、だいたい78億人住んでいます。で、この78億人が、まあ、それぞれ各自が振る舞うことによって、この地球というものに、まあ、大きな影響を与えているわけです。ただこの地球に対する人口よりも、皆さん一人に対する腸内細菌の数の方がなんと5000倍以上も多いわけです。ここから考えると、やはりこういった腸内細菌が私たちの体にさまざまな影響を与えているということは容易に想像がつくんじゃないかなと思います。じゃあこの腸内細菌何してるんでしょうか？実はですね、最近の研究でもいろんなことが分かってきます。例えば私たちのおなかの中に住んでいる腸内細菌は、人間にとって必要な、あるいは大事な栄養素を作ってくれたりだとか、あとは睡眠の質をですね、良くしてくれたりとか、あとは持久力、これを上げてくれる能力があるなんてことも実は私たちの研究でも分かってきています。ただそれだけじゃありません。実は腸内細菌、私たちの脳にも影響するということが知られています。実は脳と腸というのは神経でつながっています。またホルモンでもやり取りします。きっと皆さんもこんな経験あるんじゃないかなと思います。例えばそうですね、何か試験の前、あるいはなんか大きな大会の前、ちょっと緊張してお腹が緩くなる、あるいは逆にちょっと便秘気味になる、
これは脳がストレスを感知してそのシグナルが腸に行って腸の動きを変えることによって実はそういう状態になるとは分かってますし、あるいは例えば皆さんがですね、食べ放題のお店に行ったとしましょう。めちゃくちゃたくさん食べますね、きっと。でもある時もう食べられないってなるわけです。これは実は腸の中にたくさんの栄養素が入ってくるので、そこから腸からもう食べなくていいよっていうホルモンが出てきて、最終的には脳に作用して食べるのを皆さんはやってるわけです。つまり脳と腸というのは密接にやり取りしていますが、実はそこにこの腸内細菌が大きな影響を与えているということが近年の研究でどんどんと分かってきています。ですので実はこの腸内細菌はそういった私たちの脳機能に影響を与えることによって、例えば好き嫌い、いわゆる趣味嗜好ですね、こういうところに腸内細菌が影響を与えたりとか、さらには人のやる気、モチベーション、こういったところにはね、実は腸内細菌が影響を与えるということが分かってきています。ちょっと実例をご紹介します。これは動物実験のデータなんですけれども、さまざまな別々の3つの異なる環境で、生活していたネズミの腸内細菌を取ってきて、これを同じ環境で生活している遺伝子も同じマウスたちにこの腸内細菌だけを移植するということが実験的にできます。で、彼らの食の好みを調べた結果、なんとですね、この左2つのグループは、ロープロテイン、ハイカーボハイドルという、こういうタイプの餌を好むようになりました。一方、一番右側のグループはこれハイプロテイン、ローカーボハイドルと全く逆の食事を好むようになりました。このように実は腸内細菌が違うことによってその宿主の食の好みが影響されるということが近年の研究で分かってきています。もう一個実例ご紹介します。これもネズミを使った実験なんですけれども、このネズミに抗生物質を与えて腸内細菌をなくしてしまう。そうするとなんとですね、運動能力が低下したりとか、運動するモチベーション、これも下がってしまうということも分かってきました。多分これを皆さんご経験あるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかこうやらなきゃいけないことがあるんだけどちょっとやる気出ない。安心してください、これ皆さんのせいじゃなくて腸内細菌のせいの可能性あります。ただですね、これやる気がなくなったネズミ大丈夫です。やる気を復活させるやり方があります。どうやるか、このネズミにやる気を持たせる腸内細菌を入れると実はやる気が出る、運動パフォーマンスも上がりますし、運動をやるモチベーションも上がると。そんなバカなって皆さんは思うかもしれませんけれども、少なくとも動物実験ではこれは証明されています。そして皆さんの身近にもきっとこんな方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、例えば一卵性双生児、双子ですね、特に遺伝的背景は一卵性双生児、どうでしょう、彼らも例えばそうですね、性格とかあるいは好き嫌いあるいはいろんな能力同じじゃないですよね。遺伝子が全く一緒にもかかわらず、こういった人の多様性、個性、こういったところに実は腸内細菌が影響しているんじゃないかというふうに考えていますし、これもちょっと私たちのデータをご紹介します。これは25人の健康な方たちの腸内細菌を調べたデータで、この棒の一本一本がある一人の人の腸内細菌です。でこの色の違いは、腸内細菌を大まかに分類して、この色の違いは腸内細菌の種類の違いを意味しています。そうするとこれ見ていると分かる通り、もうみんな違うんですね。一人として腸内細菌の種類やバランスが同じ方っていないんです。なので私たちのこういった趣味嗜好であるとか、あるいはモチベーションとか、あるいは個人の個性、ダイバーシティというものが、この腸内細菌の違いによって紐付けられているのではないかというふうに我々は考えています。ではなぜ腸内細菌がこんなことを私たちの趣味嗜好やモチベーション、行動に影響を与えているのか、ここから私の仮説です。これは腸内細菌にとっての生存戦略なんではないかというふうに私は考えています。どういうことかと言いますと、腸内細菌、私たちのお腹の中にどうやって住み着いているか、実は腸というのは前導運動って言いまして動いています。そして腸の中にはすでに便として排泄されています。ですので
腸内細菌が私たちのお腹の中にこういる状態で住み着くためには、実は排泄される速度よりも早くお腹の中で分裂をして増えることによってその場に生き残るという状態を作っています。いわゆるランニングマシーンの上で走っていると一緒ですね。そうすることによって舌が動いていますから、常に自分がその場所にいられるという戦略をとっています。じゃあどうやって腸内細菌が私たちのお腹の中で増えるか、増殖するか、彼らはに必要な栄養素、つまり私たちが食べたものが実は腸内細菌の餌になり、彼らはそれを利用してお腹の中で増えることによってその場に居続けているということをしているわけです。ですので、じゃあお腹の皆さんのお腹の中にいる腸内細菌がこの場にいようとしたら、やっぱり人間に自分たちが必要な栄養素を食べてもらわなきゃいけないんですね。なので実は私たち皆さんがこうランチにメニューを選んだと思うんです。その選択基準が自分が選んでいるように考えると、実は腸内細菌が選ばせているのかもしれない。きっと皆さんもこんな経験あるんじゃないかなと思います。例えばそうですね、大学生あるいは社会人になった時に親元を離れて、一人暮らしを始めると、そうするとなんとなくこのお袋の味が恋しくなるとか、そんな経験ありません？あるいは皆さん、例えば日本で生活していて、何かの関係で海外に、例えば仕事で海外に赴任することになると、でしばらくいるとなんとなく和食が食べたくなる。これはきっと皆さんはこう自分の意思でこれを食べようと、和食を食べようと思っているのかもしれませんが、実はこれが腸内細菌によって選ばされているのかもしれない。彼らはこのように人に食べ物を選ばせることで、腸内細菌がお腹の中に自分たちの菌が存在できるような状態を作っているんではないかというふうに我々は考えています。で、これを言葉で考えると、実はお腹とそれから感情とか、あるいは意思決定に関わる言葉って日本にもたくさんあるんです。そうですね、例えば腹に据えるとか腹が立つとか、これ怒りの方ですよね。あるいは、腹を決めるとか腹をくくるとか、これ意思決定ですよね。なぜ人は頭で考えていると思っているのかかわらず、お腹にまつわる言葉で表現されているのか、これはもしかすると昔から実はこっちじゃなくてこっちが本体で、でいろんな感情であるとか意思決定行動原理というものが決まっているんじゃないかということを実は経験的に知っていたのかもしれません。最後にですね、もう一回この写真皆さん見てください。どこに注目します？いや、分かってます。分かってます。まだワンちゃんですよね。まだワンちゃんですね。はい、分かってます。ただ、この袋の中にある例の中には、きっと皆さんの行動原理、これが隠されてるんじゃないかなというふうに私は思ってます。それから最後、一つ今日皆さんにお願いがあります。もし皆さんが今後、ワンちゃんの散歩をしているときに、もしその袋の中身をくださいと誰かに言われたら、いぶかしがらずに分かってますよと一言言ってあげてください。そうなんです、今日私はですね、この場に未来の腸内細菌研究者のためにこれを伝えにこの場にやってきたんですが、ただこの行動自体もきっと私じゃなく私の腸内細菌がそうさせたんじゃないかなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。